勝てば北信越大会出場が決まる大一番。門前は1点を追いかける5回表。相手のエラーで同点に追いつくと、ツーアウト2塁から4番金森。逆転に成功します。門前はこの後さらに西のタイムリースリーベースでもう1点を追加して3対1。航空石川はここで先発の永井から速球派の八谷にスイッチ。八谷はこのピンチを145キロのストレート三振で切り抜けます。航空石川は5回6回に1点ずつを取って同点に追いつくと、8回裏ツーアウトランナー3塁から9番八谷、センターオーバーのタイムリースリーベースで勝ち越し。航空石川が八谷の投打にわたる活躍で県大会ベスト4進出、そして北信越大会出場を決めました。絶対0点で抑えて北信越決めるっていう気持ちで投げてました。バッティングは結構自信ある方なんで、みんなの気持ちとか自分の気持ちも乗せて飛んでいってくれたかなと思います。